大丈夫なはず。いいよ。こんにちは。やっほー、みんな。今日は祝日。ちなみに、なんですが、昨日755でショールームのなんかなんだっけ、自己紹介の文みたいな、多分今配信見てる時に見れる文を書いてんけど、見れるかい、みんな。大好物欄となんかいろいろ変えた。変えました。大好物欄を生、何したっけ、生チョコアサイイチジクにしたんだ、に変えた。多分前回変えたのが17歳とかそんぐらいやから、なんかタピオカもんじゃみたいなのになってたので変えました。イチジクに変えた。でちょうどタイムリーに今日お昼、まあお昼というか朝昼兼用でアサイをね自分で作って、それを食べたけど、自分で作るのはちょっとイマイチだな。やっぱお店で食べる方が美味しい。にしましたね。イチジクってね、感じあるんだよね。梨、花、果物、梨、花、果物。お花がないってことかな。そう、がっつり系っていうよりはそういう系が好きで、最近はなんかカレーラーメンとかいうよりは、絶対ほとんどあんまり人が選ばなさそうなのが好きで。そう、アサイ作れるねん自分で。なんかアサイの素が売ってあって、冷凍で、それを解凍してミキサーでヨーグルトと混ぜて、でそこにあと好きなフルーツとかトッピングしたら完成です。簡単だけど、お店で食べるみたいな、なんかあんな感じにはならん。ドロドロになっちゃう。こんにちは。いた、はうた。無事に昨日衣替えをしまして、半袖をしまいました。プラスちょっとなんかお洋服を整理してみたけど、全然減ってない。ちょっと減らしてみた。みんなはした？衣替え。東京マジ寒いっす。いや、名古屋も寒いよ。分からん、どっちが寒いやろな。基本的に断捨離苦手っていうか、なんかずっと着れちゃうから、捨てへんかも。捨てへんというか、まあお下がりであげることもあるけど、着れちゃうんだよね。なんか別にこの服は何年後でも着れるなって思ったら置いちゃう。もうこの先も着ひんだろうなってやつはさよならするけど、いやさすがにもう長袖だな。パジャマは短パンでは寝ちゃうけど、あ、外が騒がしい、音が入ってます。ちょっと横にしてるとね、ミュートにできんくて。わかる？なんかやっと断捨離したと思って、数着断捨離した後にさ、買い物してる数とさ、断捨離してる数が比例しんひんから、一向になんか整理できん。ミニマリストになりたいね。でもちょっとお洋服の整理してて、あ、この子に似合いそうっていうのがあって、大谷のゆうちゃんやねんけど、ゆうちゃんにお下がりであげようっていう洋服を
まとめてた。欲しいもので溢れてますね。みんなもさ、コンサートとかでさ、まあ、T シャツって定番やんか、出るやんか、絶対えげつないくらいみんなお家に T シャツありそう。生誕 T シャツもろもろ含め。欲しいものがなくなってくので年取ると、ほんまになんかずっと物欲で溢れてそうやけど。あ、最近確かにアクスタのグッズが増えたから、アクスタ増えがちかもね。まあでも並べてたら可愛いけどね、なんかテレビの前とか、それこそみんなの職場のデスクとかで飾れるんやったら、ポン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 って並べてても可愛いし。だから生誕くじとか悩む、アクスタを入れようか入れないかで悩んでる。なんか最近グッズで増えてきたから、あえてなんか出てない系でもいいんかなと思いながら。でも一回インスタのストーリーで募集した時に、あのトレカじゃないけど携帯の裏に入れれる系のやつが嬉しいっていうのが多かったり。意外と生誕くじの季節が来るよ。だってもう来月誕生月やねんけど、怖い怖い。劇場で推しアピールできるやつとか欲しい。ああ、なるほどね。なんかいつもね、大きい会場だとサイリウムをいつも目印にみんなを見つけがちやってんけど、最近うちわが目立つ仕様になってて、グッズもそうだし、みんなが作ってくれる手作りうちわもめちゃくちゃ目立つから、うちわも嬉しいねんな。でも直筆のお手紙は今年もしたいなとは思ってて、やっぱりって思っております。周年明けよ朝4時まで飲んでたと聞いて若いなと思いました。これちょっと語弊があるんですけど、私そこ4時までいないんですよね。私はあの次の日が朝もう5時起きとかだったんで、じゃあさすがに早く帰るわって言って、もう日付変わる前には帰宅してました。でみんなに、ごめんね先帰ってって連絡したら、まだいるよって言われて、え布団やねんけどっていう状況になってた。ちょっと今説明不足だそれ。次の日しかもいい公演だったしね、だからなおもすごいし、なんかまあ、でも楽しい時間ってほんまにあっという間やから。毎年周年公演終わり、今年は久しぶり4年ぶりに劇場でみんなやったから、4年前とかはずっとあのお疲れ様会を同期でしてて、久しぶりにできた。でも次の日、まあ、公演だったらきついけど、みんなも無理しないように。楽しいことはいいことやけど、次の日に支障がないようにしてください。今年なんかさ、鬼滅グッズなかったね。そういえば、あ、これしかも14周年じゃん。あ、2年前か。
かったね。パッ。なんか今日はお天気が悪そう。寒いね。もう窓を開けてたらめっちゃ寒くない？あ、そっか、鬼滅グッズソロになっちゃうとこ。あ、でも言うてあれか、ソロは2期5期か。寂しい。確かにもう鬼滅グッズなしにしてほしい。なんか寂しくなっちゃいそう。どん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 人がいないこと。うわ、鍋いいね。じゃあ定期これ赤から鍋、みんな何から？しかも SK メールで前送ったけど、まあ3がベストかな。3か5か。あ、愛知は夕方から夜にかけて雨予報です。ありがとう、教えてくれて。天気予報士がいる専属。関西曇り。あご食べたことない？え、食べたことない？マジか。7いた、一緒。え、食べたことない人めっちゃ多いねんけど。4も美味しいよね、わかる。3、4、5がベスト、なんか美味しく食べれるねんけど、7はまあ、たまに食べちゃうけど、マジで口から火出るから、ベストなのは6かも、個人的にね。でもまだ8、9、10とかはやったことない。でも8やってない。7なんだよな。ちょっとビビって8、7にして。でも8してみたいけど、白菜追加しなきゃ。その時は水分出る野菜系。赤から一人で行っても平気？え、いけると思うよ。まあ私は一人ご飯とかできないんですけどね。だからみんなが、公演終わりとかコンサート終わりとか赤からで打ち上げとかおすすめするよ。まあでも推し面愛を出すなら7から言ってほしいけど、多分7だとほとんどの人が熱々ってなるから。まあ3、4、5あたりをおすすめにします。で、締めはチーズリゾット一択。本当に私一人ご飯ができなくて、この前コメダに一人で行って、コメダでもギリ。あ、お家でもあるよね、確かに。赤からの元でも、赤からの元が3からまでしかなくて、もうちょっと物足りなくなっちゃうのよね。あと赤からのユッケも美味しいし、あと定番なのは卵焼きだよね、チーズ入ってる。ココイチだと7。ココイチはね結構辛いねんな。ココイチの方が辛い気がする。ちょっと何か食べ物、なんで赤からの話になったんやろ。てか、あ、岐阜タンメンは岐阜タンメンは今まで5辛にしとってんけど、4辛が美味しい。自分は、私の口や舌は今個人的に行きたいのは、ミカゼン TV の時に行ったカレーなん、カレー屋さん、矢場町にあるねんけど、そこにあるスパイシーカレーだっけな、のお店に行きたくて。なんかその時はカレーじゃなくてご飯ライスやったから、カレーなんで食べたくて行きたいねんな、そこに。あ、お鍋の話からか。チカちゃんかわいいって打ってくれてる。やっぱココイチ3で辛いよね、わかる。しかも3辛にして辛ってなってんの。3で5くらいのレベルな気がする。ココイチの3辛が赤辛の5くらいの辛さな気がするから、ちょっと辛い。
ココイチはね3までしかしたことないな。なんですよ、火鍋食べたことないね。行ってみたい。やば、ココイチ20グラムまであるんだって。ココイチなんか辛いよ。なんか眠そうな顔してる私。確かに激辛は何のために食べてるのか分からなくなりそう。確かに、まあ、刺激が欲しい人はそうだし、まあ、辛いのはなんか辛すぎるのは良くないけど、お肌に美容にいいっていうしね。唐辛子のなんかスパイス、え、未完全食べた辛いは辛かったよ、もちろん。赤辛でいう5辛くらい辛かった。あ、そう、カプサイシン、それが出てこなかった。それそれ、やば、ココイチ若い子10辛いってやったってすごい。いや、一回やってみたいな。でも多分一緒に挑戦するならマヤかな。マヤぐらい一緒に辛いの食べてくれるの。多分あやかも一緒にココイチ行ったけど、あ、ココイチじゃない、赤辛行ったけど全然あのあかんから。マヤ、りょっちゃんぐらいな気がするな。辛いの付き合ってくれそうな人。あ、冬っぴも辛いの好きだね。ゼロポジでやってたかも、企画で。ただなんか痛い辛さは嫌なんだよね。そう、辛けりゃいいってもんでもないんです。そうなんです、美味しく食べれる辛さが一番いいけど、意外と辛さに強くなった。昔全然食べれんくて、そう、お腹が大変なことになっちゃうからね。あの、体を痛めすぎないで、あの、体にいい辛さで食べましょう。ペヤングの食べたことあるかも、超辛かったやつ。ペヤング、うん、あのエンマ大王様みたいな絵が描いてるやつ、辛くてむせた。あれ食べきれんかったもん。なんか友達と半分くしようって言ったけど、もう3口くらいでもういらんってなった。あ、中本出た、辛いの食べ、担々麺食べに行きたいね。チカが杉本って言って、あの、言い間違えた。担々麺、蒙古タンメン食べに行ってみたい。食べたことない。じゃあちょっと愛知でおすすめの辛いところあったらみんなに教えてあげるし、教えてください。では今日はそろそろ終わります。みんなお昼に見に来てくれてありがとう。この後13時から鉄菜があるんやんな、公演が。いいな、お昼公演。 S もしたい、土日に S 公演したいね。ありがとう配信、みんな午後からもファイティン。そして10月22日違う21日の署名会と、あと28日のトーク会が、そこがねどんどん残りわずかになってるみたいなので、会いに来てください。まだ会えるので。あ、ねえ、大富豪しようと思ったのに忘れてたやんか。おしゃべりに夢中になっとった。また夜にします。ありがとう、見に来てくれて。またね、こちらこそ素敵な休日を過ごしてください。みんなバイバイ。